じゃあまた明日な。おう、またな。あ、そうだ。なんだよ。榊原先生から西川に言っといてくれって言われたんだけどさ。おう、やる返しくりしてくしーす。なんで？じゃあそういうことでまた明日。ちょっと待って、ちょっと待って。え？榊原先生がなんて？なんで聞いてねえんだよ。だから。やる返しくりしてくしーす。いや、なんて？だから。うん。返しくりしてくしーす。電車の音で何も聞こえねえんだよ。は？大事な部分がちょうど電車の音と被って聞こえないんだよ。電車が来ないうちに教えてくれ。お前本当は聞こえてんのに聞こえてねえふりしてんだろ。そんなことするわけねえだろ。誰得なんだよ。まったく。じゃあ言うぞ。早く言ってくれ。電車来るから。明日。早く言えって。出てくれ、出てくれ。もう狙ってやってんだろ。いい加減にしろ。あ、西川。タクポよ。何？この前生徒会長1グランプリあったじゃん。生徒会選挙な。 M1 みたいになってるから。あれで西川がネタ見せしてる時に演説な。お笑い芸人じゃないんだから。後輩の女の子が言ってたんだけど、うん、顔が生理的に休止的中。あ、聞こえなかった？もう一回言うね。もういい。顔が生理的にまで言われたら大体予想つくわ。そっかれが。そこの小僧。え？ガチガリシャツケシュー。またかよ。電車行ってから話してください。おめえの実家の寿司、うまかったからまた行くからな。普通に聞こえた。電車の音に負けない声量してんのかよ。おっちゃん、ありがとう。あ、でも食い逃げしてごめんな。ふざけんな。ただでさえ実家の寿司屋潰れそうなんだぞ。おーい、西川。なんだよ。聞こえる？おう。本当に聞こえる？おう。俺さ。え、ガチガリシャツケシュー。近いんだから普通に話せよ。遠くにいるみたいな感じやめて。じゃあお前向こう行って、遠くに話しかけるやつやりたいから。わかった。方面は逆だけど向こう行ってくるね。ってなんでだよ。他の人とやれよ。えでてきてずっと何言ってんだよ。アナウンス聞き取れないんですけど。えでてき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 て。溺れてんの？それとも持ち食ってんの？持ち食ってます。持ち食ってんのかよ。じゃあ今すぐ吐き出してください。危ないですよ。みんなふざけすぎだろ。もう帰る。おはようございます。西川、なんで当番サボったんだ。え、僕今日当番ですか。宗男に伝えるように言ったはずだぞ。僕は言いましたよ。いや、聞いてな。あの時か。ちゃんと人の話を聞け。今日中に反省文100枚だ。いやー